終わります山下芳樹君、はい、日本共産党の山下芳樹です両先生ありがとうございます私からは選挙制度改変のあり方について、えー、聞きます、えー、選挙制度は憲法が保障する国民の権利の問題であり議会制民主主義の根幹でありますしたがってその改変は憲法の要求に沿うものであることを前提に議会を構成する全会派が意見を持ち寄り議論を重ね 全会一致で実施すすることが望まれまれ、えー、多数会派が少数会派の意見を無視し、自らに有利な選挙制度への改変を数の力で押し通すならば、それはやがて独裁政治にもつながりかねません、えー。その趣旨から参議院の選挙制度改革は従来、全会派が参加する協議会が設置され、少数会派の意見の尊重、並びに全会一致の原則を確認しながら進めてきました。えー、両参考考人はこううした進め方にについてどうお考えか簡潔に ご意見を伺いたいと思います。 新井参考人あ,ありがとうございます非常に僕、私はあの聞いててです、ね、重要な考え方だなと思っております、あのぜひあの、あの特まあ、その衆議院とは別に、特に参議院に関してはというふうな話になれば、実はそういったあの党派を超えたです、ね、共通利害というふうふなものを利,利益というふうなものをこう確保しようというです、ね、努力をされているのを非常に今、伺って、素晴らしいと思っておりまして、あ実は合区の問題は私、いつも思いますけど、これは党派を超えた問題だと思っておりまして、 とにかくあのそのこともお考えいただいて、特に参議院で真剣に取り組んでいただいているようなのだというふうな話になれば、非常に今のお話になった方向性はとても良いことではないかなと思っております上田参考人。ありがとうございますあの私もあの 基本的にその全会派があの参加をして議論を重ねて、えっと全会派が一致をしてえっと変えるっていうのはやはりあの大事なことなんじゃないかというふうには考えます。ただもう一つ大事なことっていうのはやはりあのえっとその結果いつまでも決まらないっていうのはまたこれこれでやはりあの問題がありますので、やっぱりこう限られた時間の中で様々なプレッシャーがある中で、あの議論を進めてお決めにならなければいけないっていうのはあの大変だとは思うんですけれども、あのどうかあのなんていうか良い。 良いなんていうか、知恵を出し合って、あの決めていただければなという,ふうにのをあ願っております。以上です。はい、山下芳樹君。いただきましたが、この間の参議院選挙制度の改変は、こうした確認が乱暴に踏みじられてきたと言わざるを得ないと思っております。2000年の非拘束名簿式の導入は、選挙制度改革協議会で丁寧に議論が重ねられ。来年の選挙は現行制度で行うとの全回。 合意があったにもかかわらず、まあ、愛媛丸事故への政権の対応の不手際などにより、自民党支持率が急降下し、名前を書く選挙制度では不利になると考えた自民党が突然、非拘束名簿式を持ち出して強行し、翌年の選挙から導入されたものです、当時、私は協議会の一員として、あまりの通り投略ぶりに怒りを禁じませんでした。 2015年の鳥取島根、徳島、高知を合区にする重造増十減は、最高裁判決が求めた抜本改革の要請に応える改革案を各党が、各会派が提案する中、自民党が改革案の提案を先延ばしにし、協議会が合意に至らずに、急遽提出された合区案は、委員会審査も行わずに本会議で強行されたものです。2018年のの特定枠の導入は 合区によって立候補できない自民党議員候補者の救済という党利党略そのものですが、それまでの約1年間にわたる参議院改革協議会選挙制度専門委員会で一度も提案しなかった特定枠案を、自民党が突然提出し、強行したものでした。私は委員会での反対討論を用意していましたが、それも封鎖されました。こ、えー、こううししたのの間の経緯についいて両参かかがお感じでしょうか 新井参考人 <laughs> あのあの、まあ、なかなかあのそ、それあたりはも,もう皆様の,あの方法,法になってくるかなと思いますが、ただあの、あのまあ、やはりこう十分協議を重ねていただきたいというのは、なお国民の一人として思うところではございます。とりわけ特定枠のやり方なんかはですねきちんと考えないと、つまりまず憲法学者からすると、あのちょっと。 特定はやっぱりちょっと何かあの矛盾関係を持っているようなというふうなことを思う方もいたりもするわけですから、あの実はあのそういうふうな憲法研究などをしている人間なんかの観点から見てもです、ね、やっぱりちょっと慎重な議論をしていただくというのが、まあ、重要になってくるかなと思っております上田参考人。 あの私もちょっとなかなか党派的なものに対してこう何か言うと党派的になってしまいますのでちょっとそれをコメントは差し控えたいんですがあのやっぱり慎重に議論していただきたいですしそのいきなり何か出されたらやっぱり検討できませんのでそれはやはりあのなんていうかきちんと訴状に上げてできれば我々のようなものの意見も聞いていただいた上であで進めていただけるとありがたいと思っております以上です。 時間もありましたのでいきなり検討できないもものが出てきたんですね時間もない中、その繰り返しでした、私は自民党は選挙制度のことを論じるなら、このような通り党略、多数にる朗報を繰り返してきたことへの真摯な反省から語っていただかなければならない、それなしにあれこれを語る資格はないと、私、身をもって感じておりますえ。ましてや参議院の選挙制度を憲法改定のためのテコにすることは許されないということを強く申し上げて終わります。 他にご発言もないようですから参考人に対する質疑は終了いたします参考人の皆様には貴重なご意見をお述べいただきまして誠にありがとうございました審査会を代表いたしまして厚く御礼を申し上げます 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて参加いたします。